山田姫島以前は奈良時代中期の女官。高賢天皇の乳母の一人。清和氏で、氏姓は一時期、山田三井宿根と称した。官位は、従五位下、名部。名は姫島、姫島、女島とも表記され、山田名部、山田お母とも称される。天平正宝元年7月、高賢天皇の即位と、ほぼ同時に、他の天皇の乳母と共に従五位下を授けられている。万葉集に、天平正宝6年3月25日に、左大臣の橘諸兄が山田を母の宅で宴を催した際に、大友やかもちが山吹の花にこと寄せて詠んだ歌が収録されており、諸兄、家持ちと日女島が親交を結んでいたことが分かっている。天平正宝7歳正月、従五位下の姫島は、一族の17位、上山田広人ら6人と共に山田老宿根の氏姓を与えられている。その後、ほどなくして亡くなったらしい。天平正宝9歳、橘奈良麻呂の乱が発覚した際に、高賢天皇は個人である、日女島が悪事を隠蔽する側に加担していたことを知り、身の毛の及ぶような気持ちになり、深く傷ついたという。そして、道理としてその罪を追及せねばならないとして、お母の名を除き、宿根姓を奪って、元の山田文の氏姓に戻している。ただし、一族の広人らの氏姓は変更されておらず、広人は、後の藤原中麻呂の乱で戦功を挙げている。忠記のない者は、俗に本記による。ありがとうございます。